ああ、だいぶ欠けてきたね。ここまで欠けたらちょっと壮観だね。じゃあどこまで話したっけみんな。俺がドラクエ3の女魔法使いに当時好きやった鈴鹿ちゃんの名前つけてた話ってしたっけ。ドラクエ3っていうのは仲間を自分で職業を決めてね、名前つけれんねんけど、で友達の名前にしていくわけですよ。ヨッシーとかね、タクちゃんとかにしていくわけよ。で俺当時ね、あの女魔法使いデザインがすごい好きだったね。今も好きやけど、ドラクエ3ってすげえ優秀だと思うのよ当時。やっぱりさ、男の子って女の子のキャラクター使うの恥ずかしいじゃん。チュンリー使ってたらさ、エロエロとか言われるわけやん、空気読まへんやつに。ただドラクエモンスター、ドラクエ3って魔法使いの男ジジイなわけよ。わーって、もう今にも死にそうなジジイなわけよこいつ。転職すると若返るしね。で賢者も可愛いわけよ。賢者とか僧侶も可愛いわけで、僧侶も結構可愛い。でドラクエの男僧侶ってヒゲ親父なの、ダサいのよ。だから魔法使いと僧侶を女の子にしてても攻められにくいというね。攻められないね、あんまりバレへんねん。であと見栄えのバランスもいいんだよね。男戦士、勇者、女魔法使い、僧侶、女か男みたいな並びって、なんか色的にもなんかバランスいいから、あまりその辺は言われないわけよ当時の空気読まん男子たちにも。で俺はここ仲間にしたわけよ。女僧侶好きやから可愛いと思って。で名前をただ鈴鹿ってしたらバレるやん。鈴鹿ってしたらね、俺が鈴鹿ちゃんが好きなことバレるやん。だからスージーって名前にしてて、スージーっていう名前にしてた。スージーみたいな感じでスージーって、これだとバレへんなと思ってスージーって名前にしてて、なんかね、友達に「お前スージーってなんだよ」って言われたら、なんか昔好きやった本海外の本に出てくる名前みたいな言ってごまかして、スージーをねと一緒に冒険してた。残念ながらスージーと俺はね、ゾーマを倒せなかったけどね。あ、スージー消すの、ちょっとスージー残しとくわ、俺の小学校の甘酸っぱい思い出。何してんねやろな今の子は。